どうもルフィアゴです。そして宮本です。カーローチモスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回も黒騎士やっていきますよ。ベルセルクコラボ前回ねやって、みやぼみやぼなんか前回爆死してたけど、いやそんなことないよ、出たもん、ウィルス出たもん俺。まあね、まあ、まあ今回は年末年始イベントということでね、はい、はい、我々も早速やっていきたいと思うんですけれども、よっしゃ、はい、いっぱいあるよね、ちょこっとだけって言って、ちょこっとがやめんなよ、やっぱすごいね。まず一つ目、スプリマン参上。このスプリはあれですね、ちょっといかついスプリですね。かっこいい、スプリマン強そう、強そう。スプリ界の兄貴が大暴れ。あー、やばいですね。コルシアム勲章をドロップで、ゴイスダイスもドロップと、はい、いうことで、これ今高いんですよ、コルシアム勲章。ほう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 、いくらぐらいになってるんですか。あの新しいアクセサリーの素材になってて、はいはいはい、結構いい感じの、まあ、相場が今日は見てないんでわかんないですけど、まあ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 、1万はまず超えてますね。おお、1万超えてたらだいぶだいぶでかいですね、うん、なるほどね、こっそり稼げる。はいはい、しそういうのも使えると。でゴイスダイスもね、またいろいろ使えますからね。はい、で次、あ、ベルセルクコラボですね。これも絶賛開催中で、さらに新国級アンラマンユ、ちょっと言いにくいね。アンラマンユアンラマンユ、3種類の属性スタンバリアで各属性の攻撃を無効化する超極凶悪モンスター。へ、スタンバリア、属性スタンバリア、はいはい、なるほどね、なるほど。また新国級、新しいんじゃないですか、難しいのが出てきましたね。新しいですよね、新しいですね、うん、で、挑戦条件もこれですね、難しそう、難しいですね、うんうん、ドゥルジの3回中で、ね、そう、難しかったけど、ドゥルジが難しいからね、うん、で、神ガチャフェス、背景すげえな、なんかヒーラーではなさそうこれヒーラーってやばいでしょあ、これヒーラーっぽいな、なんかわかんない、犬神様そばつけたくなるやつ、犬神様。これはフェス限定ではないですね、これは新規追加、そうですね、はい。で、あとハニープリンセス、あ、こちらも新規追加、かわいいっすね、女の、はいはいはい、まあ、性能はちょっと後で見ていきますか。はい、で、お、大晦日限定カウントダウン1ギルガチャ。あ、1ギルでガチャ引けるんですね。1ギルで、あ、いいですね、これ最高ですよね。1時間ごとに1回引けるって感じ。え、やばくない。だから、起きてなきゃいけないんでしょ。そうやね、確かにそうやね、大晦日1時間ごとにアラームかけて、ね、引かなきゃっつってでも、1時間じゃ寝たやつだもん。あ、でも18時からだから、そっか。あー、そうなんだ、びっくりした、24時間だった。そういうことね、なるほどね。やられるかと思った、俺も寝れないのかと、体削られるかと思ったけど、そんなことなかったですね。6時間ですね、はいはいはい、そこら辺は考えてくれてるっていう、うん、で、しかも SSR12.8% のままっていうね。はい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 、ありがとうございます。マックス6回引きますね。いや、いいね、楽しみっすね。はい、そして、お、1個お年玉ガチャ、1個で引ける、1個なんか、だってもうこれのお知らせ、お知らせを読んだの1個ですよ。で、だから大晦日終わった後もあれでしょ、引きまくれるってことでしょ。やった、フェス限定も出るんだ。出るかも、まあ、出るんでしょうね。いいですね、うん、この書き方は。で、袴&着物プレゼント。あー、これがあれ、お正月っぽい、ね、いや、袴ね、成人式みたいな、ね、成人式みたいなちょっと早いけどいや、着物、これはあれですね、女性も嬉しいですね、やっぱ着物は。しかもログインでもらえるからね。あ、ログインでもらえるんだ、はい、はい、で、お正月ミッション、当然ミッション、うん、お正月限定のアバターをアクセサリーがもらえる。スプリマンを3体飛ばすればいいですね、さっきの、うん、あ、ミッションみたいな。今年犬年ですからね、かわいい、普通にかわいいね、犬かわいいよ。で、鏡餅、まあ正月だから正月だからね、いや、あまりのするもんじゃないですけどこれ大丈夫ですか、失礼に当たりません。いや、大丈夫です、大丈夫ですか。日本とは違う文化なんじゃないですか。あー、そうか、ここは日本とは限らないです。で、イレギュラースキルバトル、お、三が日限定、おお、ギルドバトルが特別ルール、無双不滅バトルに、無限に無双モードしようかの、うん、なんそれめっちゃ面白いじゃ ん、 うん、え、ではもう MP 減ることない。え、わかんない、え、どうなんのこれ、ちょっとすごい気になるね、うん、無限に本当無双モードずっと、だから祭りみたいな感じですよね。祭りっすね、うわやばい、これ新しいですね、これ気になる、すごい。で、イベント、マンモンの晩食、晩餐、いや、晩餐か、そうでしょ、僕マジで日本語じゃ漢字はいいんで、ちょっと晩食っていうの、晩餐、闇の鍋祭りなんか、すげえな
何でもあるいっぱいありますね。ちょこっとじゃないですね、もうやばいですね。お客さん、ギルド&連合協力型クエストイベント、各地の食材を集めてみんなで料理を作ろう。もう作った料理をマンモに食べさせるとご褒美がもらえる。ご褒美なんすか、書いてありますか。でなんかここになんかチケット、ガチャチケとか。あー、ほんとだ。 SSR 何 SSR って。じゃあ装備、え、なんかもらえるってことでしょう。装備キャラどっちだろう。なんだ、わかんない。あ、書いてある書いてある。あ、わかんない、書いてないこれはちょっとやってみないとわかんないですね。 SSR のこれ装備なのかキャラなのか。はい、ということで以上ですかね。でさらに他が今そうですね、体験されてる情報って。でもかさらに他にもビッグな隠し玉を用意してるんじゃもん。楽しみにしておくもんということで大晦日もお正月も盛りだくさんですね。さらにね、今回もう神ガチャフェスに来てるんで。あ、これですね。はい、はい、じゃあ詳細見ていきますか。キャラ見たい。はい、神ガチャ召喚って書いてある。おう、召喚。あ、やっぱヒーラーじゃなかったねヒーラーは全く関係なかったね。で、犬神とハニープリンセスが今回の新キャラってことですね。はい、能力が、超火力の炎&雷属性攻撃、条件を満たせばさらに威力増加や MP 回復。本当に属性ですね。2属性流行ってますね最近。多い、増えてきましたね。炎帝オーガフレア、お、炎属性と雷属性の効果も可能性を持つ。敵単体に威力1632で攻撃を行い、対象に被ダメージ増加デバフ、解除負荷がかかっている場合は威力が 10% 増加し、味方全員の MP を5回復。アポロンとアリスですかね。まあそうっすね、多分そうっすよね。これってアポロンアリスで援護してもらってると10%、すげえと、そういうことか。解除が出るってことですよね。そして、SP スキルが、この雷会心2の 5% と、暗闇向こう 20% と、大技威力増加 7%。 あ、で対人戦で追加効果がある。対象にスタンバリアが張られている場合、自身の MP を10回復。まあ、いっぱい回復しますね。うーん、なるほどね。10は相当じゃない。対人戦の需要も上がってきましたからね、はい、今年の。そうっすね、回復の話だね。え、てかめっちゃ強くないですか、威力。普通にこれは限定ですよ、うんうん、まあそうっすよね考えちゃ限定ですから。え、しかもロールボーナス、ファイターさらに威力、あ、操作ラムか。じゃあ弱体デバフ解除2個するか。え、マジで、わけわかんない、わかんない、やばいっすよね、2個解除ってあ、まあ召喚っすからね、これ召喚っすからね。まあ、そう、重いっすけど、うん、まあでも、まあ、やばくないですか。めっちゃ強くない、すごいなやばいっすよね、これ全部盛りだなやばいなんだこれめっファイター打った時すげえな、これもう、まあ、だからファイターの私は引くしかないです引くしかないですよね。ソーサラーの時は人対象の強化バフ解除のかける1 50% で行う。あ、これ 50% なんですね。はい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 、はい、なるほどね。でヒット対象が、あ、雷か水の時は威力も上がる。ハンターだと威力プラス 20% で、さらに、ヒット対象が雷属性ならさらにプラス 20%、 合計 40%、うん、それもやばいっすよ、ね、それもやばい、普通にやばいよね、うん、これやばいわ、これ威力やばいわ、これ、うん、でも君ヒーラーだからねヒーラーの俺でも分かる威力増加がなどういったかにも、とりあえずアポロン見てください僕らがこれですね、僕らがこれですね、俺が頑張ってお願いしますねそして新 SSR、 これはフェス限定ではないですね。はい、犬神、水属性の攻撃&味方全体を回復、CT 中のスキルが多ければ多いほどさらに威力増加&消費 MP 軽減。おお、 CT 中のスキルが多ければ多いほどか。じゃあいっぱい使った後ですよね。で、敵単体に威力456から720で攻撃を行い、与えたダメージの 10% で味方全体の HP を回復する、うん、チャージタイム中のスキルが多ければ多いほど威力が増加し、消費 MP を1ずつ軽減すると。デフォルトの MP が多分高いんですよね、だからその代わりに。あ、そうですね、エイトさんのスキルにしては。うん、確かに確かに。なんで、そうですね、使っちゃうから、まあ頑張って。そうですね、チャージタイム中を、うん、基本はチャージタイム中のスキルが多いってくるって、そういうことですね。うまく使える人かっこいいっすね。うん、でこれいくらぐらい全 10% って回復できるんだろうな。それにもよりますよね、どう回復するんじゃないですか。あ、ちょっと待ってくださいね。で、ロールフォー、あ、SP スキルが水回心と消費 MP 軽減とダメージ軽減ですね。おお、うん、使いやすい。で、ロールボーナス、ファイターだと威力が上がる。
攻撃力が上がると。ソーサラーだと威力、ソーサラーもですね、一緒ですね。でヒーラーだと吸収力がプラス 20% になって、回復力がプラス25になるってことですね。いいじゃないですか。はい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 、 いや全然ありですね。まあ要はこれですね、最後の一押しとしてはいはい、ね、最高、最強と。いいじゃないですか、ウルちゃん。いやそうですね、うん、よしよしもいいしね、かわいいね。はい、僕最後の一押しあんましてなかったんでヒーラーって。いやマジで、まさにこれですよ。これ欲しかったです。でこれはハニープリンセス。お、かわいい。はい、素早く味方に器用さの回復力バフ、ロールボーナスで超有用な追加効果。はい、ロールボーナスが超有用みたいですよ。効果が、味方単体に器用さの回復力バフ2を付与すると、はい、うん、なるほどね、味方単体につけるんだ。こいつマジ打ち放題じゃん。うん、打ち放題。打ち放題。打ち放題。笑っちゃいますね。うん、これ笑う。やば。こいつ打ち放題で暇な時ポンって。しかもチャージタイム10だしね。うん、え、これいいな。まあ、SP スキルがね、会心と、非 HP 回復強化とダメージ軽減ですね。うん。で、これロールボーナスが超有用みたいなんで。はい。ハンターが、器用さが上がって自身にヘイスト1、ここ40秒を付与。すで、うん、にヘイストがかかっている場合は効果段階プラス1、あ、効果段階最大2、最大2までだそうです。最大2か、最大2は微妙なんですか。まあ、忍者使ってたらあんまり、はい、なんか、まあ、必要はないですよ。乱舞で、はいはいはい、ヘイスト2までいくんで、まあ、過剰ってことですね。忍者以外ですね。あ、なるほどね、なるほどなるほどなるほど、多分。まあ、忍者以外だったら、そっか、まあ、ヘイストかなりでかいですからね、うん、でヒーラーが回復力プラス25されて、器用さんの回復力バフ2が3、やばで、ウェイトが3からウェイト1、対象の HP を回復。え、これやばくね、これ。いや、俺持つわこれ、絶対俺持った方がいいわこれ。これヒーラーの方がいい。これめっちゃ強いよこれ、はい、めっちゃテンションの上がり方がもう一番だもん、うん、やばい、うん、いや、あの回復力、キヨさんの回復力バフ2っていうのが、うん、僕ワダツミ使ってるんですけど、うん、あれが2なんですよ、うん、これ3だし、うん、しかもウェイト1でしょ、すぐ出るんだ、うんうんうん、しかも HP まで回復できるってなったら、あら、そのなんかバフとかやるだけで終わっちゃうやつ結構多いんで、さらに回復もできるってなったら見過ぎにちょう、はい、うん、そうなんですよね。え、めっちゃいいなこれ、超使いやすい、いつでも使える。スタンプがお待ちかねのハニータイムよ、ということで。かわいい。はい、じゃあちょっとガチャいきますか。はい、お待ちかねの。いやー、これ読みましたけど、やっぱハニープリンセス欲しいな。欲しかった。ハニープリンセス欲しいですね。まあ犬神も欲しいですけどね。スノープリンセスは、あ、そう、スネープリンセスはまだ単純に欲しいんですよ。前回引けなかったんで、僕単純に欲しいです、これは。欲しいですね。じゃあ、行きますよ。えい、いや、もうこの辺で出たら何でも嬉しいんで。マジで来い。おー、悪くない悪くない、全然悪くない。これ悪くないの。僕、軍結構信頼してるんで。おーし、来た。僕が最初に流れを作ります、みんなの。頼むよ、宮尾ジョーさんにつなげるために。いい流れを作る、いい流れをね、そうそうそう、いい流れを作る。おお、めっちゃいい流れじゃん。人やばい、止まれ止まれ、やばい、めっちゃあるよ。ああ、はいはい、いつものっすね。いつものね、これいつものっすね。ちょくちょくあるよ、ね、ちゃんのいつもの。止まれ、止まったら、やばい、ああああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。あ、でもいいよ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 、来い。あー、来ないか。いいじゃん、いい引きじゃない。あ、でもね、これ、ね、名前でもない、アムルタート、こいつはね結構普段ね使ってるんで。あと、ほら、すぐだよ、突き切る。よし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 、選択肢減らしていくの大事だから、ね、マジこのガチャは。はい、まあ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 、3体いいよ。おっちゃんは、もう、おっちゃんを使わないんだよな。使わないからね。じゃあもう一回いきますよ。はい、頼むで、もう どっちかどっちでもいい。俺他ので引いたらあれだ。他ので引けば、あれですね、やっぱ、いや、あれですね、180でできますね。あー、じゃあ別々に引いてもあれですね。あ、でも他のでもハニープリンセスとか出るから他ので引きますか。任せます、そこは任せます。いや、やっぱ多く引いた方が確率は、うん、上がるはず。うん、やばい、なんもない。来て来て来て、おーしゃーしゃーしゃー。俺これぐらい多い気がする、このボアが。うん、これ来てくれる気がする。
よよし安心安心して見てられるよ。おお連続やばい連続見るやばい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 止まって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 マジでマジでマジで本当に来いうわマジかーマナドレマナドレじゃないはい止まれよしおっおっ神様ありがとうございます。どうもありがとうございます。いや犬年ですからね。まだまだあり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 。可愛い犬。めっちゃ犬慣れてる。めっちゃ犬慣れてる。これおいめちゃ強っ。ミオニールソロモン。うん。あとねリールそうこのねミカエルミカエルかマナヒールねマナヒールもね最近あんま使ってなかったけどスキル上がったら使おうかな。いやこれですよやっぱ犬神。人を呪わばうい。嬉しそうやなぁ。いやちょっと見たかった。やっぱ手に入れたキャラは眺めたくなっちゃいますよね。いや4キャラすげえな。4キャラすごいっすね。めっちゃ出ますね。よかったね。いやかなりこれじゃあ全ロール回していきますか。そっちの方がお得ですからね。はい。さあやばいこれこれはマジでやばい一番やばい一番やばい。おおやばい。ちょっとやっぱ年末年始やからまだ年末年末だから年始じゃない。ちょっとおかしくないですかこれ。ちょっとやってんじゃないですか。なに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 俺は流れを作ってあげてるんだって。おおまた来た。おいおいおいサダサダ本当に分かった。俺初めて見た。おめかっこいいやった。えそうサタンねみんな持ってるから。サタン本当に分かったんだ。やったおめでとうおめでとう。サタンヒーラーじゃ使わないんだよな。さすがにそうっすね。サタンだってですよね。ロールボーラーついてないもんね。まあでもいずれいずれ、うん、いずれサタンは絶対使えるからロールやるならね。よし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 やったやった。どうもないっすかこの引き4連続を。やばいさすがにこういうのじゃないでしょ。何を求めてるんですか。おかしいなぁ。いやおかしいおかしいなぁ。これ外れてるから最近こっから外れたらやるパターンかな。いや外れることはあるのかな。見たことないですね。さあこれは確定ですよね。臭いっすよ。やばい。しかも多いしね。止まれ。はいジーク。はい。お来た来た来た。おーやばい。来ちゃった。でもヒーラーヒーラー俺じゃないけどね。やば出たね。これ欲しいんすけど。これ欲しいマジ。えちょっと俺マジで年末年始ヒーラーやめようかな俺。やばくない。ヒーラーやめます。ヒーラーやめます。やばマジかい。欲しいな。出たね。すごすぎる。出た。えこんな出る。そう。やべえ。おい。やばくないっすか。アーガレス普通に出た。神引きでしょ。いやマジで神引きだって。フェスゲン今何体2体か一応。もうわかんない。フェスゲンはもっと出てる。ジークのフェスゲンだもん。めっちゃ出てるね。めっちゃ出てるよ。やばいね。数えてないもん。これ最高の流れ作って。ちょっとあと一回回していいですか。ちょっと。そんなに。もう今調子いいからね。そう今調子いいから。これ最後に僕が最後に流れを作る。ハニープリンセスだね。ハニープリンセス。いい流れを確定させるここで。僕らで、宮坊諸本さんにつなげます。これまだわかんないですよ。これまだ。これ怪しいですよ。俺はめっちゃ怪しい。これはまだ信者だから。まだこれまだ怪しい。いや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 。おい。俺赤満月ね。マジで信頼度高いと思ってる。マジで。ハニープリンセスこれ。ハニープリンセス。あーまあ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 でもね確定エースじゃないけどバンバイクイーンもねうんオッケーオッケースキルエースまあ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 でも全然いい。犬神さん出たから2体出た。そうそうアガレスも出たしね。やばすぎ。やばい。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと頼みますわ。あとはお二人さん。じゃあ僕いきます。はいお願いします。はいはいいやいいね。アガレスいきます。はーい。次はさあお願いします。いつも通りハイテンションですな。ちょっと宮本頼みますよ。だって宮本だってさモルドレッドも持ってないよね。うるさいいやもう今俺最高の流れ作ったからさ頼むよ。任せてください。ちょっと怪しいけどさうりゃ
いや頼むよ、いやもう、もういやコルスさんだと引きたくねえな、これ逆に引きたくねえな。いや、大丈夫、大丈夫、もう嘘チーン待って、今、ミヤモン今の何今狙い言ってなかったんで、うん、そう確かに、言い忘れてましたね。願いを忘れてました。やばいね。ちょっと惜しいのは、うん、スノープリンセスモルドレット、うん、ケットシーあ、スノープリンセスも、うん、そっかそっかそっか、アポロか、うん、ジークフリートめっちゃ狙い広い、ね、お前に書いてあるやつじゃないですか的広いねアガレスじゃないんだアガレスが一応ではアガレスですね。え、うん、それはもう当たり前。今回ミヤモンマジで何弾いても当たりだね。そうなんですよ、僕ちょっとルサリーぐらいか、別にミヤモンがルサリーでもスキルマじゃないんで、ルサリーでも全然、まあ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 弾いておけばね。あ、でも軍はいいよ。おー、よしへっはい、来い。さあ、何が出るかな。しょ、はい、おいおい、おいいよいいよ、半分止まれば、止まれば激アツ。おっ、あっ、おっ、きた、おっ、おっ、おっ、よっしゃー、よしよし、モルドレットよ、よし、やばいじゃん、よしゃーさあ、テンション高えなー、やばいじゃん。え、やばくない、めっちゃ大当たりじゃん。えしゃっわははは、これは、僕が前回めっちゃ名前出てこなかったんだけど、俺持てない、グティタニアかな、ティタニアだったかな、ヒーローでしょ。そうそう、ティタニア、あのね、にしちゃうこれね、ティタニアだね、ヒーローでしょ。これめっちゃ僕愛用してる、これ役職じゃない、俺、うん、ナバリジェ、あー、こいつっすよ。モルドレットめっちゃ嬉しいじゃん。ダモクルス、やばいね、来たよこれ、もう何でも勝てるこいついれば何でも勝てる、やばいね。ちょっとモルドレット使ってるとこみたいな。まだ終わりませんよ。いいよ、流れ来てる、いい流れ来てるよ。いいですね。僕これハニープリンセス出る気がするんだよな。ミヤボーはね、ぶつかって俺が欲しかったから、ウレちゃん出なかったから、ハニープリンセス欲しかったけど、まあでも犬神出たからね、全然いい。犬神も欲しかった。はい、はし、おい、はし、はし、さあ、来い。これ 100% アガレスかな。おー、なんか激アツこんな出る、すごい激アツ出ますね。3回目、3回目ね、うん、あ、これ激アツ、これ激アツ、やばっ、やだなこれ、俺最後に聞くの本当にいや、大丈夫、もういい流れしか、え、しかも止まった。え、これおー、ハニープリンセス、ハニープリン来たー、へっしおー出ちゃったね、やっぱり、やっぱりガチャ職人だ、これなんだよ、ガチャ芸人やな、本当やめろよ毎回ガチャのためにね、いろんなミヤボーが見れて楽しいなぁ。そんな言われ方あんま好きじゃないなんで、なんで、なんであんまこう褒められるのが好きじゃない、好きじゃないはい、じゃあちょっと、はい、どんな言い方すればいいんだ。はい、いけ、おいっしゃ、あらちょっと当たるわ、これ大丈夫、まあまあ、これはい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 、来い、止まれ、オールドリー、あー、いや、いい、いい、いい、これやばい。でもフェスゲームめっちゃ出てるからね、13だもん、うん、全然やばいじゃん。いいな、俺ルサリー呼ぶ、何枚でも欲しい、そう、うん、何枚でも欲しい、マジで。この俺が欲しいやつミヤボを引いてさ、ミヤボ欲しいやつ俺引くんだよね。いやでも本当あれ、ね、アガレスとまだモルドレットとかもしあげなきゃ、まあそうだね、モルドレットも引きたいし、やっぱアガレスだよ、やっぱり。いきます、これラストっすね、僕は。オッケー、いい流れを繋いでるんで、来い、アガレス、アガレス、アガレス来い、やばい、おい、やばい、おい、いや大丈夫大丈夫、こっから俺はブワってくるのがね結構多い気がするんだよ。やめて、ロード出せんのやめてよ。いや、ほんとほんと見てみ、見てなって、あっ、震えた、震えた、震えた、震えました、震えました、画面上はクソ寒かった震えました、あー
ちょっと頭のおかしい人悪口いいじゃない、モルドレット弾けたのが、いやめっちゃ嬉しいっす、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、よかったよかった。じゃあということでなんかちょうさあの震えてますけど、震えてますね、寒いかもしれない。大丈夫、ちょうさん大丈夫ですか、僕たちが流れ作ったんで、はい、じゃあ行きましょうか。ちょうさんお願いします。はい、はい、はい、じゃあちょうさんやっちゃってくださいよ。狙いはなぜか今ちょっと無で回そうと思ったんですけど狙いですね。無じゃダメですけど、今無にさせない、もういや本当なんでも欲しいんですけどね。召喚かな、召喚だな。モルドレッド欲しいし、ロサレ欲しいし、アガレスも欲しい、うん、まあ召喚系ですかね、まあ、受けは広い。チョモさんもモルドレッド持ってないですもんね、うん、はい、引きましょう。俺ね、嫌な予感今回、周りが引いてるとな。よし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 、かわいいと思った大丈夫、今回みんな一気一憂激しい、ね、グラニ信じよ、グラニ信じよ、グラニ信じよ、グラニはね、グラニ信じよ、裏切らないから、グラニ信じよ、年末のグラニ信じろ、そう、大信じない。おおおえおおおやべえ、すごっ、よし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 、やっぱ、よしよしよし、え、よし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 、やつ、これやばいぜ、よし、やば、僕ね、うん、緑川さん好きなんですよ。やったじゃないですか、やばい、子供の頃からお世話になってる、あ、はいはいはい、好きなんですよ緑川さんね、へぇー、はい、愛が出たな、ね、え、しかもスキルがあって、ね、これもう即スタメン入りですね、これ、うん、いやこれマックス、そうっすね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 、マックスにしましょう。じゃあまああとモルドレッド、マックスに行きます、チャンス、いやモルドレッドも欲しい、え、やばっ、え、最先良すぎでしょ、これやばいっすね、いやこれスキルマン行きてえな、え、てかやばくない、フェス限だよねあれ、うん、グラニなんだよな、いやグラニなんだな、あれ触れ、実は触れてたりします、触れてなさそうだ触れてなさそう、これやばい、やばい顔してるもんこれはやりましたね、反動きましたね、反動って見せかけてないかな、さすがないでしょ、これ反動っすよ、いや、まあまあまあ、これ反動っすよ、でもそれを許せる引きしてましたか、これはもう何もなかったことにしよう、うん、何もなかったことにして俺はそのサラを回します今のは何もなかった、何もない何もない、今の事実はなかったぞ、お、グン、ウルちゃんの大好きなグーグーと赤まんげとか、もう最初ウルちゃんここまで言ってるからね、やったーこれいけ、おいおお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 おうん、召喚が欲しいからって言って、召喚じゃあ召喚祭りって、ね、何枚目だったかな、召喚しか出てないです、あ、もうちょいですね、しっかり欲しいところを当てていく、うん、素晴らしいですね、戦闘力上がるよ、上がる、よし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 よ、あーもうやだー本当に、いや、なんもないんすけど、さっきからいやぶわってきますよ、信じよ、ぶわって信じよ、あれ信じよ信じよ、これはマジでやばい、マンモ信じよ、マンモ、チョモスさん大ピンチ、やだー、マンモ信じよ、うおーでマジか出た、来るんだ、でも嬉しい、来るんだ今、嬉しい、今のは嬉しい、何が外れんすか、はいはいはい、あれあれあれアムダートだっけ、あのラブラブレイブ、ラブレイブ、はいはいはい、アムダート、はい、まあこれはヒーラーっすね、もう一回行こう、
行こう、もう一回行きましょう、行こう、いや行きましょう行きましょう、いやもう、もうすでにもう年末年始なんですから、もう奮発しましょう、もうアガレス欲しい、もうロゼット欲しい、はい、もう出たアガレス確定、うん、こんなんなんかなんか演出に差がないっすか、ね、って僕こんなんばっかなんですけど、なんか調査演出しょぼいっす、演出いやーしょぼいっす、当たってきたら当たればいいから、まあでもあれこれはちょっと調査何やってんすか、調査何やってんすか、まあすか、まあ、まあ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 最初は良かったですけどね、まあちょっと今最後は、まあ、ちょっと生きった結果が出ましたね、生きりました、生きました、僕ちょっと生きてました、最後見透かされましたね、まあでも、はい、限定めっちゃ出ましたもんね、めっちゃ出ましたね、うん、まあアガレス引いたんでよかったです、そうっすね、うん、アガレスはでかい、上等、上等っすね、上等です、いや今回やばいかな、はい、宮本もモルドレッド引いたし、ルサリも出たよ、俺そうだよね、で俺もまあ犬神引けたから、ウルジャが一番やばかったよ、うん、まあね、まあでもアガレスは正直まだヒーラーでは使わないかなっていうのはあるけど、でも今後使えるし、まあ犬神がやっぱ嬉しいしね、みんな欲しいキャラ引けたんじゃないですか今回は、引けた、引けましたね、うん、いやよかったよかった、ちみんな幸せで、幸せに年末、うん、年を越せる、はい、年を越せますね、うん、はい、ということで皆さんもこれ神ガチャフェスね絶賛開催中で、ベルセルクコラボもねやってますから、うん、はい、今はねもう年末ねということで、はい、年始はお年玉をもらって回しましょう、やめろよまあまあまあ、まあ、あんまかかんなかったからね、いやそうだね、1ギルとか、そうそうそう、1ギルでも回せる、そうお年玉なしでてかお年玉ももらえるからねぐらいからね、はい、なので、まあ、皆さんもぜひ回してみてください、はい、おっす、はい、おっす、おっす、いや今年は今年も黒騎士動画皆さんいつもありがとうございました、あ、じゃあ今年最後か、今年最後じゃない、さすがに、もう大体半年ぐらいになりますよね、うん、気づいたらもう、まあ、来年もね、引き続き、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、ということで、良いお年を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 、バイバイ、バイバイ。